米だ米だ米だ一米だ。集まってんなと思って。確かに。二面だったり、あ、みやこさんとかはそのままなんでね。どんな風になりそう？どんな風でもなんか須田ちゃんとあやちゃんがおるから、うん、あ、釣り師、釣り師。え、なんかさ、私イーのさ、あやちゃんの立ち位置的なのって私あんまりよく分かってないんだけど、うん、どんな感じなの？なんやろ、でもぼっちキャラやし。まあね、ぼっちな、うん、そうだね。なんやろ、すごいアイドルオーラ全開やな。私はいつもこう自己紹介とか見てて思うけど、何カノンに並ぶこうアイドルキャラなんじゃないかなって私は思う。へー、そうなんだ。違うかな。でも負けず嫌いでしょ、きっと。で、須田がいて向上心あーある感じ。あ、小網もいるんだ。そうそうそう、小網も一緒。わ、衣装さんが誰かを探してるねえ、なんで誰探してるの？ワンコロリンだよ。ワンコロリン帰ったよ。犬帰ったよ。帰りやがった。なんでなんで？いや、ちょっとね、エミに連絡取ってしかっただけなんだけど。なるほど。え、押したら取れるよね、うちら。教えて、連絡取って、電話して今、なお。でも、オギノとかもいけちゃう。オギノ下にいるっけ？うん、おると思う。いる？オッケー、ありがとう。エミリを探していたらしい。エミリを探していました。まあそうそうそう、うん、なんだっけ、そう、いいじゃない、ケツがね。そうそう、いっぱいいます。あ、コアミとあやちゃんも私一緒か。そう、あ、そうなんです。なんだ、結構いるね、じゃあ。そうそうそう、だからなんかそんな変わった気もしやんけど、でもなんていうんやろ、新しくなんか昇格した子もさ、おるしさ、そうだね、春田もね、北原さんもなんと言ってもいるし。そう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 、どんだけ北原さんはチームをいろんなところに行くんだっていうね。オーナー色々としますね。あ、ちまだ一回も喋ったことなくて。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからちょっとちゃんとお話できるかなって緊張してる。でも大丈夫かな、心配心配ね。ケツ、いや、どんな風になるんですかね。うん、楽しみや、本当にね。なんで不安はあんまりないです。お、じゃあお楽しみに、はい、ということで。で、うん、そんな役回りは思う？なんか考えてる？チームの中で。まだ何も考えてなくて。うん。そう。このメンツで自分はどんな立ち位置になると思いますか？やっぱりまたイケメンキャラになるんじゃないかっていう予想は。ああ、確かに。そうだね。一切ないじゃん。そうそうそう。キュンキュンって感じ。全然いないよ、うん、かっこいい人。かっこいい人おらんから、こうだってゆかぴ女、うん、ゆかぴみんな女やけど、りなちゃんとかもあいりさんもそうじゃん。そうそう、みんな、え、本当にいないじゃん。全開って感じやから。むしろあとダンス面じゃない、みこにゃん。ダンス面かな。え、そうでしょ。あら、まいちゃんもそうだけど。やばいね。そうだよね、普通にダンス面だよ。これはちょっと絞って簡単かんない。いや普通に考えてこの中で見たら絶対ダンス面だよ。やっべえ、ダンススキル上げよう。ダンス面だわ、これは。やばいな。あ、そっか、つづきとかエスに。そう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 。なんか変な感じな。なんで、多分ダンス面ですよ、あなた。多分イケメンキャラとかになるんちゃうかな。そうだね、うん、みんな女してるもん。そう、なんかもごちゃん、アイドルって感じやん。うん、うん、って感じやから、多分そうだね、そっち路線。じゃ髪もそう、切りたいなって思いながら。髪もなあ、なっちゃうんかな。あの時らへんがいい、研究生のぐらいの時。あの、せやろ、なんかちょっとかっこいい髪型してた時。あ、どれぐらいだっけ、あれ。でもほんともうな、つかんぐらい、こんぐらい。そんな短かったっけ。めっちゃ短かったよ、髪の毛。そうだっけ。そん時ぐらいがいい。そう思うとめっちゃ伸びたな、髪の毛。本当だよ、めっちゃ伸びたよな。伸びてきてからこう、なんていうの、女らしさが出てきてるんだな。でも綺麗になったよね。ほんまに思うよ。いいえ。あ、ソラちゃん、おはよう。ね、メールごめん、あれ、ニムラに送ってもらって。あ、全然。ありがとう。珍しい、私を尊敬して今のメンバーで呼んでくれた。珍しい。やべえ。ありがとう、ほんと。写真撮ろうね。
珍しい。え、でも山本ちゃん、そう、じゃあ私ね、うん、山本ちゃんだけ言ってくれたっていう風に誰かに聞いて、ほんとひどい人なんだけど、山本、そのロッテがいるとこで山本ちゃんだけ呼んで写真撮ったんだって。私それしか知らなくて、だからソラちゃんが言ってんの知らなかったから、マジひどいことしたみたいな。いや、ショックじゃないの。それは自分も、自分もさ言っててさ、なんかさ、な、山本ちゃんみたいな、やって、ありがとう本当にとか言って、え、私も言ったんやけど、なんでやろみたいな。嫌だよね。いやいや、悲しい。だから本当に申し訳ないなって思って。そうそうそう、よかった。ね、二村にアドレス知らないから、うん、ほんとごめんってめっちゃ謝っといて。あとでした。なるほどね。そうそうそう、山本ちゃんかわいいね。うち山本さん推しなんで。あ、そうなんだ。そう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 、だったんだ。そうなの、一番かわいいなって、こうなんかピンってきたね。いい子、山本さん面白いやろ。松永さん、ほんとかっこよかったです。あの、組閣の後のやつで言われた目で、ほんとかっこよかったです面白いやろ、あの子が。よろしくお願いしますみたいな。だから、おぉ、おぉ、みたいな。山本さん、期待やな、近くで。ね、おぉ、ロッキー。そう。大好き。あ、そうそう。はい。そう、それもあった。ロッキー生の推し誰ですかとか書いてあった。あ、本当に？山本さんです。うん。次は、はい、な、フラウダ、なおちゃんは彼女ですか。いや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 。じゃあこのなおちゃんネタもすごいあったんですけども、仲はいいんですか。仲はすごいいいです。お、すごい仲いい。それは何に変わった。同じチームになってから。さらにせやな、同じチームになってからやな。なんかさ、最初らへんはさ、なおちゃんもさあんま馴染めてなくて、チームいい時に。あ、そうだったんだ。そうそうそう、だからこうなんか続きとかもいっぱい喋っとったけど、うん、なんかもうどうしようみたいな感じだったから、うん、こう一緒におって、でミコッティって呼んでもいいですかみたいな、なんで、うん、いいよみたいな、なってたらどんどん仲良くなってって、そうそう、今ではベタベタだよね、うん、もう飛びついてくるからな、くっくるってなって、うん、来たみたいな。え、なんか犬塚みたいな。まあ犬塚は、あそこまで行かない。犬塚はなんていうの、なんかもうキモいっての分かっとるやん。もうなんかな、なおちゃんはな、なんていうんやろ、もうなんていうんやろな、キモくはないんやって。まあそうだね。キモくはない。キモくはないよね。グッズって感じ。ああ、そう。いい感じみたいな。あ、本当になんか可愛い感じ。うん。可愛い妹みたいな感じですね。なるほどね。犬塚はね。犬塚はキモ。あいつはキモ。あいつはキモ。ニヤニヤニヤ。だからね。やつですよ、あいつの。あら、直したやっぱ。直して、直して、直して。直して、直して。ちょっと浮いた。大丈夫大丈夫。あ、そうだ、これも聞きたかった。男装は正直したくないですか、だって。いいえかな、してみたい。あ、そう、これがね、男装はですね、なんか恥ずかしかったけど、うん、そうそうそう、あの余興のやつやっけ、チョコの奴隷の特典映像でね、ミコニャンを男装して、しかもなんとメンバー投票で1位、1位になっちゃったんですよ。そう、男装で見たいメンバー1位で特定度でやって。そうそうそう、いや、かっこよかったよ、ほんまに、うん、めっちゃなんかめっちゃ恥ずかしくて、まあなんか、うんうんうん、本格的にそうやってたよね。そう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 、大丈夫かなと思ってこう鏡見てみたら、うん、いや、お兄ちゃんおるやみたいな。いや、私のお兄ちゃんやみたいな。あ、似てるの。そうそう、結構顔似てて、ほんまに、うんうんうん、もうちょっと顔シュッてしてるけど似てんなと思って。そっくりだった。そっくりでした。男装ね、そうそうそう、やりたいなと思う。そうだってね、プライベートでも男装してるんですかとか。そう、いいえいいえいいえ。そこはしてない、そこはしてない。やってみたいね、やってみたいなっていうね、うん、そうそうそう、もうちょっといろんな感じで学ランとかも着てみたいなと思ってますね。あと何にも変えたらいいかな。ああ、でも多いね、組閣ネタ。確かに組閣で改めて K2 になったね、うん、みたいなの変えた、うん、そうだよね、戻ったんだもんね。そ う, そ, う そ, う そ, うそうなんやって。そうだそうだ。あ、K2 でやってみたいユニットありますか。だってあのラムネでだね。ラムネか、うん、何やろな、私はな、あれやりたい、まなざし。クロスって言うかなと思っちゃった。クロスはなんか、なんていうの、みんなそう、絶対クロスやろみたいな。
うん、わかる。クラスだろうと思う。全然クラスやろみたいな、あるじゃないですか。うん、それをこう覆したい。なんか、えみたいな、そんな表情もできんのみたいなのをこう、やりたいなと思ってて、眼差したい。ダチョウ。ダチョウもね、やってみたい。あ、だってあんな可愛いユニットやったことなくて。え、でも一回さ、ウィンブルドン。あー、やらさせてもらった。あれ、だって若干出たやん。中西さんと中西さんとレナさんと、うん、私で3人で。めっちゃ強かったよね。そう、そう、あれ、親衛隊って書かれとった。松井レナの親衛隊だって。そうなんだ。そうそうそう。え、あれ唯一ほんと可愛いの。唯一やな、うん。そうそうそう。まあ、恋のプランとかはさ、まあ、タイトなさ、まあね、ショーだからさ、そんな、なんか可愛いって感じじゃないよ。ああ、恋のプランみたいな。プランやーみたいな。でもあんなフリフリな服着させてもらって、やるのはウィンブルドンに連れて行ってが初めて。あれ、そうそうそう。あったあったあったね。何の時だっけ、結構前だよね。あれな、伝説始まりやったっけ。あ、それ何に前、そんなに前。やばいやばい。うちまだその時ケンツやったもん。あー、そっか。そうそうそう。確かそう。早いね、いや早いね、早いよ本当に、うん、いやね、以前アイリンが下を向いて歩くヤバそうな人が来たと思ったらミコッティだったと、うハピホリで言っていましたが普段そういう歩き方なんですかってちょっとうせやん、ほんまに、うん、伝えてあります。普段、普段でも下向いて歩く、下向きで歩くじゃあなんかさ、よくつまずいたりとかもすんねんって、やし、なんやろな、安心すんのかな、前向いて歩くとさ、下見えへんやん、うん、なんでかな、なんやろ、え、その時かな、たまたまやったかな、なんやろ、なんやろな、めっちゃ下向いてないかな、きっとあんま意識してない、あんま意識してない、たまたまかな、たまたまかな、うん、そんな上向くこともない、まあそうだね、うん、じゃあ次が、はい、SKE に入って一番辛かったこと、一番嬉しかったことなどを教えてくださいという、なんやろ、一番辛かったこと、うん、一番辛かったこと、でもそん、言い出したらきりないよな、まあ、ね、一番って決められへんよな、何でもかんでも、なんかさ、浮かぶ、うん、そう言われて浮かぶものって何なの、パンってパンって浮かぶものは、辛かったのは、うん、なんやろ、なんかあんま辛いと思ったことないやって。え、じゃあ正直さ、うん、研究生時代をさ、うん、する時とかは、いやでもどうだったの、あの時は。まあちょっとあれやけど、降格した時は、うんうんうん、まあ、自分が悪いからそうなったと思ったし、うんうん、そうなったからにはやっぱり、あ、頑張ろうって、そう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 、こうなんていうの、こう恩返ししてかなというか、申し訳ないから、本当にだからこう向上心の方が強いってことか、うん、そうそうそう、辛いっていうか、まあ頑張ろうっていう話だね、そうそうそう、そうそうそう、応援してくださったファンの方がおるから やらなあかんなっていうのがあったから、そうそう、そんな辛いっていうのはないかな。何かある、あった、振り入れとか、振り入れも別にもうなんとかなってきとるし、あ、強いて言えば、うん、強いて言えば、強いて言えば今まで履いとったブーツが入らんくなったりとか、何何どういうこと、足むくんでるみたいな、あ、そうそういうのが辛い、そういうことが辛かったね、そういうこと、やべえ痩せやんと思って、あ、痩せなきゃみたいな、そうそうそう、そういうのが辛かった、そっちの意味ね、うん、そうそうそう、え、嬉しかったことは、嬉しかったことは、うん、危ない、それはやっぱり昇格した時かな、やし、それもせやし、こう生誕祭とかもこういっぱいなんか応援して、なんかお祝いしてくださったりとか、そういうのは本当嬉しかったな、嬉しいなと思った、うん、え、あのさ、私今だからね、すごい聞きたいことがあるんだけど、うん、何何何何何何何